はい、皆様どうもこんにちは。さあ、ついにね、今日7月29日、何の日かご存知でしょうか。任天堂の待望の新作ゼノブレード3の発売日。もうね、これ約束されすぎた神ゲーであるんで、俺もずっと楽しみに待っていたんですけど、皆様は購入いたしましたでしょうか。ということで、今日から俺が実況していくのがこの、はい、ゼノブレード2 完全に時代の波に置いていかれた男。もう2週間くらい前からね、ゼノブレード始めて、今日までにワンツー両方完全クリア、余裕だと思っていたあの頃の俺をぶん殴りてよ、マジで。まあだから、ちょうどみんながゼノブレード3を買ってね、クリアしたあたりで、俺もこのゼノブレード2の実況が終わるぐらいになるのかな。なんで、最新作の動画は少々お待ちいただけると幸いです。いや、むしろね、ゼノブレード3から始めますみたいな人もいるかもしれないから、そういう人は俺の動画で1と2の復習をしてもらって、より楽しめるんじゃないかなと。でまあそんな前置きはさておき、このねゼノブレード2、もう1の時点で相当神ゲーすぎたんですけど、世間の評判を聞くにね、それを超える神ゲーと言われているんで、普通にワクワクが止まらねえリノブロ装備すげえ。なんかさ、1の時もそうだったけど、モンハンで見たよな、装備をつけてるんだよな、安っぽいレックスな、これ。でもね、正直1の時点で100点満点中90点ぐらいの評価を俺はしているんで、相当ハードル高いよ、あれを超えるってなったら。ストーリーの内容自体はね、好み分かれるらしいけど、ゲームシステムとかは2というだけあって、絶対こっちの方が進化してるだろうから。まあそして何よりね、みんな大好きホムヒカのおっぱいが見れれば、それだけで120点満点取れてしまうぜ。どういう世界観なんだろうなこれ。一応さ、レックスが主人公だよねなんかスマブラに参戦してんのがホムヒカのせいでよくわかんないんだけど、ダブル主人公。シュルクと違ってね、なんかめっちゃモブキャラみたいな見た目してるから、あんま人気なイメージないんだけど、だってミーコスチュームだもん。まあ意外とやってみたら好きになれるって言われているキャラなんですけど、なんでシュルクから一気にさ、こんなザ・モブキャラみたいな見た目になったんだろう。経緯を知りたいわ、こうなった。声とかも全然知らんな、スマブラのリザルト画面でちょっと出てくるあれしか知らないから。ここはあれですね、ステージのバサルモスのとこかな。どういう生活を送ってんのこれなんかバサルモスみたいなステージになってましたもんね、スマブラ。あいつの背中の上で戦っていたから。こいつの拠点、やっぱり速探機は買い替えた方がいいな。めっちゃ東に150もずれてるなんてありえないだろ。最近こいつの声聞くんだけど、どうじゃったお宝の具合は。霹靂一閃しそうな声してる。見立て通りだったのかレックス。結構頑丈だったから補強の必要もそんなになかったし、手間賃を差し引いてもまあまあの儲けになるんじゃないかな。なるほどね、こういう感じか。構造計算には2日もかけるくせに損得勘定だけは早いんじゃな。シルクもなんかさ、最初熱血バカなイメージしかなかったけど、俺は商売が得意なサルベージャーなんだよ。サルベージャー、たくましいって褒めてくれてもいいじゃないか。こいつもなんかまあ声のせいもあるかもしれないけど、ただの熱血バカって感じはしないですね。あ出た、ヤドカリ。ワンの時と一緒だ。こいつの家だったのか。ロブスター出てきました。レックス、心配ないって。モナドも何もないけど戦えるのか。そもそも2はモナドという概念が存在しているのかどうか全然今日の昼飯決まり知らないけど、あでもやっぱこれさ、声と表情つくと全然違うな。あんまモブキャラ感ないわ。大事だな声って大事だわ。今日の昼飯が現れましたカムリシュリブ、これ食うのクソまずそうだけど。戦闘自体はワンの時とあんまり変わらないかな。あでもなんかワンの時と違ってオートアタックが三段攻撃になってる。強くなった気がする。いいじゃん。じゃあキャラによってオートアタックの火力も全然違ってくるんですね。アンカーショット、見渡す限りの城、第1話、出会い。天空にそびえ立つ
世界中を中心に広がる。もしかして1話から出てくるんですか、俺たちのホムヒカ。俺たちの暮らす世界、普通にうまそう。アルストだ。この世界ができる遥かな昔、アルスト、人は世界樹の上に住む創世の神と共に暮らしていたという。一応これシュルクたちの世界と繋がってるよね。豊穣の大地、昼を夜、その後の話ってことですよね。雨を晴れにすることもできる。神がいなくなった世界の人はそこを楽園と呼んでいた。楽園だけど、ある日人は楽園を追われた。俺大体こういうさ、楽園っていうワード信用ならないんだけど。神の怒りに触れたからなのか、それともこんなところが楽園であってたまるかって絶対言うでしょ。楽園を追われた人はそういう展開しか見たことないんだけど。アルストに移り住んだけれど、長く生きることはできなかった。人が滅亡に瀕した時、哀れに思った神は自らの神兵、一応神はいるのか、アルスをアルストに使わし人を救った。これバサルマス、アルスって言うんだ。わずかに生き残った人はアルスへと移り住み、幾万もの昼と夜を共に過ごした。ワンの時は鬼神と巨神の上に暮らしていたけど、今回はこの獣の上で暮らす、そういう感じか。めちゃくちゃハードな世界になってないじゃん。2はだいぶコミカル寄りって聞いたんですけど。七輪の熱が心地よいわい。肩こりに人間の生活できるスペース少なすぎね。そろそろ動かそうか。いや、しばらくはそこでいい。みんなこんな感じで、おのおの自分のポケモンみたいなの乗ってるってこと。うまそうだな。まあでもこれは第1話出会いって書いてあるから、ホムヒカまで行くんじゃねえか。てか2のキャラ俺ホムヒカ以外知らんわ。あとなんかあの猫耳生えたミーコスチュームのやつもなんか見たことあるようなないような。でけえテレシアみたいな感じか。いやーなんかこれ1のキャラとか出てきたら俺もうちょっとタイムリーだから。終わったばっかりで最終回1のめちゃくちゃテンション上がるんですけど。まただ最近多いよね。ディクソンとか出てこない、うん、増えたな。アルスになったムムカとか出てこん。誰も住んでない。おらんようじゃの。まあおったとしてもとっくに逃げ出しとるよ。そうか。このバサルモスの死にそう感やばいんだけど。なあじいちゃん、矢先村もいつかはあんな風になるのかな。矢先村、今日明日ってことはなかろうが、そりゃいつかはああなるじゃろ。じいちゃんも、それがわしらアルスの定めじゃからな。やだなじいちゃん、これ死んじゃったら。抗ったところでせんかたない。こういうおじいちゃん系の獣がやられるのなんか見てられないんだよ。どんどんなくなってる、うん、じっちゃんたちアルスってさ、あの上で生まれたんだろ。すごい服装してんなレックス。これ伝承ではそうなっとるが、ズボンどうなっとんねんって感じ。わしが生まれたのはこのアルストの世界じゃ。ご先祖がどこで生まれたのかまでは知らん。あのワンピースの空島みたい。あるのかな楽園。アルストを作った神様が住むっていう。空の下が海になってんのか、雲の中。世界中に広がる豊穣の大地か。本当にそんなところがあるのなら、みな安泰じゃの。絶対楽園じゃないからな、こういうパターンって。なんか、その簡略化されすぎ、効率化されすぎていて、生き方が。そしたら、村のみんなも。フェイトゴーの妖精郷みたいになってそう。そういうゲームやりすぎたせいか。神は何を思うんだろうか。もう素直に神とか楽園とかそういうワード俺信じないから。おお綺麗。ゼノブレ2は何年前だ。もう5年ぐらい前になるのかな。一応ね、あの前回やっていた1は10年前に発売、いや12年前か、めっちゃ前に発売されたゲームなんだけど、あれリメイク版だから言うて2020年ぐらいなんですよね。よし
仕事に戻ろう。だから画質はあっちの方が綺麗なのかなと思ったんだけど、普通にムービーのクオリティこっちの方が今日の成果は十分だな。高そうだな。じいちゃん、人を呼ぎアバリティア商会に向かってや。今から監禁か。わしゃもう寝る時間なんじゃがの。世界観面白いな。わざとらしく吹け込むなよ。まだ日は高いって。まったくアルス使いの荒いやつじゃ。正直ワンの時さ、テレシア全然そそられなかったんだけど俺みんな似たような見た目してるせいで生物感がなかったからさ。テレシア顔もないし、みんなスライムみたいだし、このアルスっていう設定はいいな。お、ここがアルティア商会。アルビーストがいつ出てくるんだろう。なんだこれ、クジラ。アバリティア商会。クジラの下にちっちゃいクジラみたいなのいっぱいついてたな。よー、でかすぎだろ。救急はどうだい。悪かったらここに来やしないよ。出た、ゼノブレード特有の、ね、で土産するモブキャラのこの舐め腐った声。土産は商談が成立してからでいいからさ、しばらくいさせといてよ。半日で15ゴールドだぞ。実はこいつモブキャラに見えてラインみたいなさ、重要キャラかもしれん。幼馴染ポジション。また俺がどやされるじゃないか。いや、レックスの性格俺割と好きだぞ今のところ。財布はもっとランだろうね。もっとうざい系かと思ったんだけど、こういう若干ね茶目っ気のある純粋ボーイ。すごい、これもアルスなの。大きいのにアルス戦じゃないぞ。違うのか。乗り物全部アルスとかそういうわけじゃないんですよ。いや、第一印象かなり良しですね、主人公。はい、じゃあね、操作方法のチュートリアルは大体ワンと同じだったので、そんだけ、まあ、まあ進めていこうと思うんですけど、これでも上乗せしてあげてるもん。ドパン族軍需物資なら割増ししてあげるんだけども。リキとかまだ生きてるんじゃない。ワンちゃんスペルビアとインビリアは今じゃ海戦準備の真っ最中だから、いくらあっても足りないもん。何年後の世界なんだろこれ。どうだもん、そっちの方やる気ないかも。前も言っただろ、そういうのはパス。はあ、あんたくらいの腕があったらツンとか儲かるのにも。戦闘強ではないのか。もったいなも、もったいなも。シュルクもメカニックだったし。どうするも。いいよそれで。200は今、残りはいつもので。こいつもあんまり戦闘意欲は高くなさそうだ。送り先は矢崎村のコルレルさんでよかったかも。うん。にしてもその年で田舎に仕送りなんて涙ちょちょ切れるもん。いい子じゃん。うちのバカ息子にも見習ってほしいもん。じっちゃんのおかげで家賃いらないからね。何歳なんだろう。じゃあ頼んだよ。あいも、お任せも。シルクたちが18ぐらいだったからね。200ゴールド。スズメの涙だな本当に。さ、そんでもってなんかワンの時は目的地の場所に黄色い線が伸びていたんですけど、2は普通に赤い点があるだけなんで、人がいすぎてよくわかんねん。なんだなんだなんだ。え、リッレックス、キーじゃないか。プリンさん、久しぶり。相変わらず息がいい。あ、びっくりした。異性がいいもん。リキかと思った。で、何の用。新しい仕事。まあそんなとこだもん。ところでレックス、なんだ後ろのマフィアみたいなやつだ。お前確かリベラリタス島諸軍の矢崎村出身だったもん。ああ、そうだけど。これまたいろいろと名称覚えるの大変だな。すぐに会長室へ行ってほしいま。これカタカナに弱いんだよ。なんで。バーン会長がお前のことをお呼びだもん。バーン様。会長が俺を。さあ、こいつが会長か。およく来てくれたも。眼帯のノポン族。アバリティア商会会長のバーンだも。海賊みたいだな。はじめまして。エッチお姉さん。モブか。国民から随分と腕の立つサルベージャーだと聞いてるも。なんかこいつの声もすげえ聞いたことある。ちょっと頼みたいことがある。黒ひげじゃねこれ声。会長自ら。俺に仕事の依頼を。悪いやつだじゃん。報酬は10万ゴールドだもん。ぜははは。10万。
聞いて驚いたも。ちなみにそれは手付金も。おい絶対こいつ闇の力でなんかそっちの能力奪ってくるだろ。10万プラスだも。合わせて20万。マジですか。やだ、ノポン族で悪いやつとか出さないでよ。やります、このレックス。全身全霊をもって仕事に当たらせていただきます。よろしくお願いします。お前レックスおもろいな。依頼の内容なんかシルクのさ時はいいも、あんま日常パートがなかったせいで、どんな仕事なんですか。第一章しかシルクの本心みたいなの見れなかったからさ、かあんまり人間味を感じなかったんだけど。まあいいも、話は直接聞けも。レックスの方が見た目とかも相まって共感しやすいのかもね、その普通の人間性的なものが。やらしいなモブキャラでこのクオリティ、制作者の性癖を感じる。あーミーコスチュームの人だ。濃いやつ持ったらなんかトラ絶対悪者。うわファイアーエンブレムとかにいそう。おい、一番左のやつ。それにブレード。すげえマガマガしいやつ連れてるんだけど。初めて見る。依頼内容はある物資の引き上げだ。また聞き覚えのある声来たな。最近の海流変動で発見された未探査海域のかなり深いところに沈んでいる。へえ、それは腕が鳴るね。あれ誰だっけこの声。ベテランのチームを紹介するって言ったけど、リベラリタスの出身で少数精鋭の人材をという希望だったも、それで白羽の矢が立ったのがお前なんだも。普通にあの黄色い女の子かわいい悪い気はしないなめっちゃ評価されてんだな。レックスはじゃあ子供のサルベージャー。シン、今回の仕事って子供の遠足も兼ねてるんだっけ。なんだよ、見た目が子供っぽいのはあんただって同じだろ。声クソ可愛いんだが。私はこれくらいの額でそんなバカみたいに喜んだりしないよ。バカみたいってなんだよまあコミカルってこういうことね。レックス様でしたな。こたびはお嬢様が大変失礼なことを、何卒ご容赦を。これはこれはご丁寧にありがとうございます。やっこ、あんたまた余計な口出しを。よせよニア。まあ気持ちはわからんでもない。こういう会話はあんまワンの時なかったからね。確かめるのもたやすい。おいやっぱ悪いやつじゃねえか。なんだ逆手持ち、かっこいい。こいつもしかしてセルポジ。いきなり何するんだ。なるほど。メツ、子供相手に何やってんだよ。この小僧じゃ不安だって言ったのはお前だぜ。私はそんなこと言ってないよ。なんかゼノブレ2のドイツかが、キンハーの制作者が作ったキャラみたいな、そういうのコメントで聞いてるんですけど。結果見ての通りだ。こいつもしかしてやるじゃねえか。見たところドライバーではなさそう。一目見たら絶対わかるって言われたんだけど。どこで覚えた。ちっちゃんに教わったんだよ。13期間にいたぞこんなやつ。遊びといえばこればっかりだった。腕は申し分ない、度胸もまあまあだ。ザルディンにしか見えねえ。ま、しっかり働いてくれ。行っちゃうのかあいつ。ちょっともう一回来いもう何なのあの後ろに。ザンザとかじゃねえだろな、後ろについてんの。みんなあんな感じで、これもなんかプチアルスとかそういう感じなのか、連れているのは。いいな、俺もビャッコみたいなの欲しい。なんともやかましい連中だも。手付金も10万。これで必要な装備を買い揃えてから右舷の桟橋に行けも。そこで俺の手配した素晴らしい船が待ってるも。普通にレックスのこの初期武器かっこいいの。だただのガラクタかと思ったけど、最低限の戦闘はできると思う。ちょっと準備を済ませておきましょうか先に。そうじゃね、さっきの3人が行ってくれや。初期メンバーになるのかな。2、3日で帰ってくるから心配しないで。というわけだからさ。じゃないわ。マスクのやつとかダンバンさんみたいな立ち位置になってきたら結構好きになれそうなんだけど。私の素性もわからんのじゃろ。会長直々の仕事だよ。大丈夫だって。じゃあ行ってくれ。じっちゃんはここでのんびりしててよ。
おじいちゃん。おい、待つんじゃ、レックス。レックス。誘拐されたりしないの？この世界であんなさ、でっかいアルスト一人で持ってるのはすごい裕福な家庭みたいな感じだから狙われそうだよね。渦潮を出すのか。もうさ、船会長も豪気だな。乗り込みましょうか、渦潮。この程度の船で何感動してんのさ。本当に子供なんだから。絶対好きじゃん、こいつ俺のこと。子供とか大人とか関係ないだろ。この船の凄さが分かんないのかよ。世間知らずはめんどくさいって言ってんの。レックスもまた機械オタクみたいな感じか。お、そこのロープ踏んづけてると出航の時に巻き込まれて足がちぎれるぞ。下半身のさ、力の入れようがすごいんだけど、このキャラの。世間知らずはお互い様みたいじゃないか。ケツに力が入ってるわなけら、胸がない代わりに。出航するぞ、レックス。別に見送りもいないんだろ。夜から見張りだ。それまで中で休んでろ。お父さんとかお母さんとかはいないのかな。じゃあな。完全にあのバサルモスだけ。はい、じゃあ渦潮丸出航していって、なんか見張りを任されているんですけど、まるでパシリじゃねえかよお前。いきなりなんかおる。港にいた黒い船ついてきてるのか。顔つきか。なんだよ、結構寒いな。黒いフェイス。お前じゃない。ニアって名前がある。ニア。下で酒盛りが始まったんだよ。ちょっと付き合い。お前ら酒は嫌いなのか。飲める年齢なのか。酒は嫌いじゃないけど酔っ払いは嫌いだ。ホムヒカよりも先にこいつが来るんだな。じゃあサルベージャーにはなれないな。なんで。船には酔うな。酔うなら酒だ。メリアポジションか。サルベージャーの合言葉みたいなもんだよ。くったらない。転職する気も起こらないよ。ま、そうだよな。サルベージャー。ドライバーならサルベージャーなんかよりもっと稼げるんだろう。全然魅力的じゃないよねサルベージャーって。あんたはレックスでいいよ。レックスはなんでサルベージャーをやってるのさ。ドライバーっていうのはまあ普通に戦う戦士的な感じなのか。世界中がどうかしたのか。サルベージャーをやってるとさ、いろんなものを拾うんだ。誰かが落としたもの、誰かが残したもの、どれもが一度は死んだ者たち。アリエルみたいだな最近ちょっと違うか。アルスの数もめっきり減ったろ。海の中でなんかそのサルベージして宝物にしていくみたいな。大型のアルスが沈んでいくのを見た。たくさんの動物たちを乗せたまま、俺たちの暮らせる場所はどんどん減ってきている。俺たちもいずれ一度は死んだものになる。けどあそこには楽園がある。楽園っていうのが本当に重要なワードになってきそうだな。なんかパッケージの裏にも書いてあったんだよね。楽園伝説。楽園を目指せって。で、サルベージャーってわけ？ワンピースみたいなもん。あるわけないじゃん、そんなもの。あれはただのでっかい木だよ。あそこに行ける道具か何かが見つかるかもしれないだろ。こいつオールブルーをバカにしてやがる。でもさ、人の夢を笑うんじゃねえ。アルスや資源を奪い合う必要もない。大地が沈む不安に怯える必要もない。みんなが安心して暮らせる場所、そんな場所があるって夢見ちゃいけないのかよ。別に夢見るのは勝手だけど。この船もアルスの上なのかな。ズシオーマルみたいなの来たからが、ね、普通に機械化されているのか。人間ってのはもっと自分勝手な生き物だと思ってたけど。お前人間じゃないんかい。ん？レックス、親は？いない。俺が小さい時に死んだってじっちゃんたちから聞いた。またいないパターンか。じっちゃんってアーツを教えてくれたっていう？なあ、俺をずっと育ててくれた。人間じゃないけどね。一応人間じゃない。もうあれはアーツ扱いなんだな、こいつの使える技は。なんだかよくわかんないけど、そのじっちゃんとかに感謝しな。え？あんた悪かないよ。待て、じゃあバサルモス、私と一緒だな。あれじゃん、ディクソンじゃんポジション的に言えば、あいつ今作のディクソンか。推しじゃん、つまり俺の。てか機械化されてると思ったけど、あなたマンボウに乗ってた。マンボウクジラか。現地到着。各作業員は持ち場につけ。仕事だ。サルベージャーは装備を整えてハッチに集合。マジこのクソダセー装備早く卒業したいんだけど。
さすがにワンの時みたいにあのパーティーメンバーの装備とか変えれますよね。目標の物資は深度450の沈没船の中。まずは女キャラを全裸にするところから始めないと。このままの船内を探索するのは困難なので。すげえ。とクレーンで。すげえ BGM うるさいんだから。船体自体を引き上げる。こいつの声がちっちゃいのか。その後に各班に分かれ船内を探索。目標を発見次第回収作業を開始する。ノポン族も行くんだ。ではまずはフロートの取り付け作業からだ。配置につけ。いまいちなんでこんな。ゼノブレードでロポン族が優遇されてるのか分かんないんだけど、こいつの存在する意味あんの？マスコットキャラとして以外に何か重要な役割を担ってるの？この世界において。サルベージャーワクワクしねえ。俺もドライバーとかがいい。廃品回収感やばいんだけど。下っ端も下っ端でしょこの作業。先行。ついてきてくれないの？え、そんな命綱みたいなの何もなしに飛び込んでいくんだ。玉ヒュンじゃんこれ。シュッていったな。バンジージャンプとかなんか人生で一度経験した方が世界観が変わるみたいなさ、そういうの聞くけど俺マジでやりたくねえんだよ。スカイダイビングとか罰ゲームでもやりたくないわ。かなりの年代物だ。それにあれは推進機かな。怖いな。こんなさ雲の中が海みたいになってて、どこの国の船だ。そこにさっきみたいな巨大なアルスとか急に出てきたと思ったらめっちゃ怖いんだけど。今乗ってるクジラみたいなのもさ普通におるわけでしょこの辺に。どういうあのなんかワンの時のさオープンワールドはすごい広大な大地を歩き回るって言ったけど、そもそも2に広大な大地がなさそうな件について、それか鬼神とか巨神みたいにめちゃくちゃでかい本当に超バカでかいモンスターが現れるのか。まあ村とか言われてるところのモンスターは本当にでかそうだよな。何してんだこれ。すげえ。それで浮かすのか。地道な作業だな。どういう感じでホムヒカに出会うんだろう。てかホムヒカって何？あいつだって なんか二人で一つなの。俺最初ゼノブレ1が光でゼノブレ2がホムラなんかと思ったけど、ゼノブレ1フィオルンだったからな。オッケー。ゼルダとシークみたいな感じ。見てくれは情報通りだな。問題は中身。固定完了。内部探索に。こいつの声をもう一回聞きたいのに全然喋ってくれねえ。ザルディンいいキャラしてそうだな。ザルディンじゃ伝わらんか。見事な手際だった。早く自己紹介してくれよあいつら。なかなかやるじゃない。本業を舐めるなって。ニア。各班準備のできたものから侵入開始。ニア俺のこと好きすぎん？さて俺たちも行くか。決定開始。喋りそう。お前も来い。え？こいつも連れて行くっていうの？シン。シン。お前らだけじゃ不安だとよ。あ、分かった。あれだ。興味ないやつだ。道理で聞く覚えあるわけだ。何ぼーっとしてんの？言われたろ？ついてくるんだよ。興味ない人の声だ絶対。クラウドじゃん。意外とクラウドってクラウド以外の声あんまやってないからな。誰だろう他に有名なキャラ。最近すごい俺声優の重要さに気がついてきたわ。今までなんか声なんて誰がやってても変わんねえだろって思ってたけど、いろんなゲームやるとね、あこの人の声あいつじゃんとかなる。渋いな。なんかえレックスとニアとあれが作画が違うんだけど、こいつらだけ手配書みたいになってたぞ。仲間は3人まで。途中で交代するシステムとかないのか。普通に仲間になったけど、これパーティーメンバー最初の
いきなり4人、ヒーラーとかがいない感じすごいけど、アタッカー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 みたいな脳筋編成決め、ドライバーの力見せてやるよ。え、ニアの武器かっこいい、チャクラム、チャクラムで通りを当てですよ。みんながどんな感じで戦ってるのみたいな、あの一緒にいるやつも戦ってるのか、なんか繋がってる。トラともう一人あのマガマガしいやつとなんかよくわからない人に繋がれてるけど、パワーは送っている的なそういうシステムなのかな。メツ名前かっけえ、ニアとメツと信念、これ疑り深すぎてあんまり信用してないんだけど、ブレイドとドライバーの力、さすがにニアはいいやつだろうけど、どっちがモンスターなんだか気まずい。今やっぱり頼りになるな、ドライバーは。ビャッコもお疲れ。目があって一言も喋らずとか言った、あんな雑魚相手に浮かれてんじゃないって。そうだけどさ、ガキがいつまでもじゃれ合ってんじゃねえよ、行くぞ。でもかっこいいな、なんか最初何やねんこの濃いやつと思ったけど、年上がみんな偉いのかよ。じいちゃんは年寄りは敬えって言ってたぞ。ああいう頼りになるやつはいいですね、年寄り。レックスはシュルクと違ってコミュ強っぽいな、シュルクだいぶコミュ障だったから。あれ、リキモドキ、あいつ、うわ、あのクラスの化け物を簡単に。黒ひげこいつ、やはりただものじゃなかったもん。何を企んでやがる。スペルビアでの大事業も順調だし、こいつはいい金づる見つけたもん。勝手に黒ひげって言うけど、まだ黒ひげとは限らない。こういう声ね、いっぱいあるから。さあ、船内探索だいぶ奥まで進んできて、サメかカエルかよくわからん、なんかちょっと可愛い。デスモンスターか。こっから先は通さねえってか。面白い。マップの探索はやっぱワンと同じで、普通にお使いクエストみたいな感じでしたね。メッツのその余裕たる態度、かっちょいいですね。そしてこれシンとね、メッツを両方仲間にしてニアを外してるんで、こいつらのお手並み拝見。シンはあれなんだろう、なんかモンスター連れているわけじゃないんですね。俺の部だけで戦うパターン。あいつらの、待ってこれ、なんかお、怒りちょっと入った。なんかこいつらのステータス怪しくね、1レベルしか違わないんで、こんなに HP とか火力違う、こんなやつが味方になったら主人公の立ってないんだから。最初の30レベル、一度だけ30レベルでレベルぶっちぎっていったディクソンを思い出すね。マジかこれ、死ぬ、頼む、怒り状態強い。ダブルスピンエッジ、一応背面特攻とか側面特攻とかあるんですよ。なんか増えていくのかな、アーズの数4つしかないけど、ワンの時はさ1人10個ぐらい装備できたやん。シン、あの紋章アデルの紋章だ。途中で増えてくるのか、普通に。しかもさ、レックスって戦えるんだね。アデルの紋章って何のことだ。スマブラでコムヒカが参戦したからさ、その扉を開けろ。こいつ戦えないのかと思ったけど、この扉はお前たちでなくては開かん。絶対クラウドだ。俺たちじゃなくてはってどういう。いいから早くやれ、こっちは大金払ってんだぜ。なんだよ、お客だからって偉そうに。お前たちニアのことも言ってんのか。どうやって開けるのかな。人間じゃないのか、あいつら。そもそもレックスだけなのか、今のパーティー人間。これ開け方ぐらい教えてくれよな、不親切だな。触るだけでよかった。扉を開けるスイッチか。大丈夫これ言って。やっぱパリか。待て、奥にもう一つ扉がある。こいつのこのマスク剥ぎ取りて、
こいつらの装備外して全裸にして、めちゃくちゃいい体してそう、ベツとか。また起きると行くぞ。すごいおとりにされてる感じがやばいんだけど。巻き絵だろ俺。従順に従っとるけど、レックス。なんだあれは。おお、モナドなのかこれ。ホメラの武器だよね。おるー、おっぱいでけえ。ありがとう。ナイスアングル。ホムラが先か。これモナドなのかな。アルビース。結局ワンの最後、アルビースイコールモナドって感じで終わったんだっけあれ。これってアルビースじゃね。だからお面してんのか。おい。ああ、間違いない。天の聖杯だ。天の聖杯。天の聖杯。イリアみたいな、フェイトの。小僧、そいつに触るんじゃねえ。ゼノブレード触っちゃいけないものを触りがちな。おお。いや裏切るまで。やっぱ悪いやつじゃねえか。なんで。え、何これ、助けてくれたの。悪く思うな。せめてもの情け。クラウドじゃねえか。この先の世界を水とも住むよ。完全一致だったぜ今の。悪く思うな。破壊された。え、じゃあニアも敵なの。手間を。シン、なぜ殺した。レックスが何をしたって言うんだ。でもこいつだけなんか何も伝えられてなさそう。聖杯を運び出すぞ。聖杯、モノケロスを呼べ。まんまフェイトなんだが、聖杯ってなるともうろくなビジョンが見えない。この先ってビジョンあるのかな。ビジョンあれネタバレだからな。ただのどうなっちゃったんだ。てっきりなんか悪魔みたいなものに取りつかれるから、シンがそれに救いの手を差し伸べてくれたのかと思ったけど。殺されたの。 RTA かよ、主人公死ぬまでの。ホームホームおる。鐘の音が鳴ってるよ。おー、いや綺麗だなマップ。これはちょっと普通に広大なさオープンワールドになった時が楽しみ。てかなんかホムラの服装ちょっとエロくね。スマブラ、あ、そうだ、スマブラ年齢規制でちょっと露出が減ってるんだっけ。あの背中こんなカッパーなってなかったよ。ケツ周りもタイツみたいなの、スケタイツみたいなの発火されてて、逆にエロかったけどな、それはそれで。え？やまないの。ずっと。ケツ出とるやんだって。ずっと昔から。やまないって、あの金のこと？普通に変態だろ、この服装考えたやつ。アーケディアでも近くに来ているのかな。ねえ、ここって。ここは。楽園。え、ここ楽園なの。遥かな昔、人と神とが共に暮らしていた場所。そして私たちの故郷。普通に奥になんか城みたいなのがあったの。嘘、ここが。やったじゃんレックス、人間住んでるっぽいぞ。建物があんだけあるんだったら、割とあの俺たちの時代と遜色ないぐらいの建造物一軒家いっぱいあった。近未来なのかな。コアクリスタル、君はメイナス様にもこんなあったよね。ブレイド。私の名前はホムラ。ブレイド。あ、俺は
知ってます。レックスでしょ。どうして俺の…さすがのレックスもこんなおっぱいでかくてお姉さんみたいなのが自分の名前して動揺するんだな。さっき…あれ、そういえば俺なんでこんなところに…思い出してきたか。あなたは死んだ。真に胸を刺し貫かれて何の躊躇もなかったからな。胸を…悪く思うなよ。思い出してしまったか。思い出した。俺はあいつに。大変だ、みんなが。このままじゃ紹介のみんながダメだ。俺死んでるんだった。どうしたどうしたどうした。くそー、死んでさえいなきゃあんなやつ。怖いって。やめて急にそういうの。ホムラドン引きでしょ今の。お願いがあります。自虐、死んだからって自虐乗りツッコミやめて。私を楽園に連れて行って。ここ楽園じゃないの。ここじゃないの。ここは記憶の世界。遠い遠い私たちの記憶の世界。ホムラの記憶の楽園が映し出されてるだけか。本当の楽園はあなたたちの世界。絶対滅んでるよ。じゃあアルストの中心に立つ世界樹の上にあります。もっと枯れ果ててるよ。記憶、幻みたいなもんか。でも無理だよ、俺死んじゃったんだろ。君の手助けはできそうもない。私の命を半分あげます。そういう感じか。そうすればあなたは生き返る。私の天の聖杯のドライバーとして。ああ、そういうことか。ドライバー、それってどうします、レックス。え、ホムラのドライバーとか羨ましすぎるんだけど。ここはホムラの故郷なんだよね。ホムラをさ、さっきのニアが白虎に乗ってたみたいな感じで使いこなせるってことでしょ。レックス、あなたの考えていることはわかります。そう、ここに来ればアルストの運命、死にゆく大地の呪縛から解き放たれる。普通にじゃあもう一人の自分みたいな感じ。住む一緒の世界になら答えは決まってる。同時に入れるわけじゃないのか。いいよ、行こう楽園へ。俺がホムラを連れて行ってやる。ありがとうレックス。あのさ、フィオルの中にメイナスが入ってたみたいな感じで。私の胸に手を。いいんすか。いいの。思考回路レックスと一緒。フィオルン・メイナスの関係でレックス・ホムラーになってなんか力を借りるみたいな。そこ胸じゃなくね。まあ、そこは男ならガシッといけよ。首やろ首それ。はあ、じゃあますます光がどういう存在なのか分かんなくなってきたな。レックスの中にいっぱい人住んでいくみたいな。これからキンハーでなんか空の中にいっぱい人が住んでるみたいなさ。あいつの心の中マンションだからな。5人ぐらいおるからな。てかなんかね、1の時のエンディングで言ったんですけど、キンハーとちょっと似てんなって思ったのは、その野村の師匠的な存在がおるらしい、ゼノブレードに。制作者の中にね。だから任天堂版キンハーみたいな感じなんだ。おお、かっけえ普通に。1の武骨なモナドも好きだけど、2のこのモナドもかっこいいですね。ブレイズロッドしそう。ニア、やれ。やれって。俺たちがそいつらの命の代金はすでに払ってよ。蘇ったのバレたか。俺らが天の聖杯を手に連れ去られてるけど。知る人間は少ない方が何かと都合がいいからな。闇ギルドみたいな感じかこいつら。できないよ、この人たち関係ないじゃん。いやだ、ノポン族とか殺されるとこ見たくねえよ。おかしなことを言う。
お前、自分が何のためにここにいるのか忘れたのか。本当にちゃんと悪いやつで草なんだけど。めんどくせえ。顔だけで人は判断しちゃいけませんねって思ったけど、もうなんかマジで見た目と顔だけで判断できるのか。何？お、なげんな。成長に扱いお前。天の杯だぞ。ハークスへ来ました。あ、ホムラ自身ん？どうなってるこれ今。レックスはレックスでいるよね。あ、両方入れるんだ一緒に。乗り移ってるわけじゃないんだ。レックス？あ、レックスの胸にも刻まれている。構造、その剣、まさかいきなり後ろからとは卑怯じゃないか。え、かっこいいな。それが大人のすることかよ。ほら、大人のすることかよ。はい、まだ人間じゃねえ。いい、俺がやる。一緒に戦えるんだ、ホムラと。悪いな、小僧。あいつの力をそうホイホイ使わせるわけにはいかないんだ。意外と動じないな、こいつら。俺が相手をしてやるぞ。強キャラか。ホムラ、素手だぞ。天の聖杯。テンション高い。どけスマブラだとね、これホムラの武器だけど。子供だ。冗談はよしな。いや、めっちゃ子供大人にこだわるの。とっくに天の聖杯のドライバーだ。天の聖杯のすげえ、めっちゃぬるぬる動く。レックスが戦闘シーン。その辺のアニメより作がいいぞ。なんてコンビネーション。おお、モナドシールド。一心同体なんだな、こいつら。もうじゃあドライバーと。どういたしまして。続き、いきます。かっこよかったな、あの自分の武器投げて。あのさ、みんな今のうちに。だいぶレックスのこと勘違いしたんだけど、レックスってこんな戦えるんだ自分で。しかもこの武器持って。じゃあその武器渡し合ってんのかっこいい。俺らもやろうぜ。お前の相手は俺たちだ。てっきりさ、レックスって完全にホムラの付属品というか。あ、最後の切り札来た。吹っ飛ばしめっちゃ高いけどダメージ食うやつ。でも絶対このゲームにおいて吹っ飛ばしっていう概念ね。小僧、なんでお前ごときがと言いたいところだが、その瞳の色もっと注意しておくべきだ。瞳の色、何のことだ。これちょっと注目ですね。知れねえよ。これから出てくるキャラの瞳の色ちゃんと見とこう。全部こいつなんかドサクサに紛れておっぱい触ろうとした今。邪悪なる手つきしてたぞ。これ戦闘どんな感じなのか見たいな。イベントってこのムービー戦闘じゃなくて普通の戦闘もやらせてくれるのかな。あ、やらせてくれそう。 BGM もかっこいい。あ、ホムラついた。二人で戦うんじゃなくても一つのキャラに二つ入ってんだね。天の聖杯のドライバーとして生まれ変わりました。絆連携ゲージみたいな感じか。金色に輝くとリキャストが早くなる。はい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 、はい、じゃあ自分側は近くにいればいいし、逆に相手側は分断したら弱体化するってことか。大丈夫です。ありがとう。いや、なんかホムラにこの武器使わせてんな。はっ、なんだ必殺技。エクセレント、うぜえな。これがヒート、必殺技。ブレードコンボのルート、ゲージがゼロになる前にもう1段階上の必殺技を決めることによって探偵の必殺技が強くなる。サンキュー。むずそうだな。すげえむずいって聞いてるんだよね2のシステム。1でも結構むずかったけど、
分かんない人はもう最終戦まで分からないみたいな。参ります。まあ、その分分かったらクソ楽しいですけど。ルミネンス、あ、ルミネンスリボルブ、止めてみせます。理不尽飛びすぎフルビーだ。スパイラルストマット。え、ブレイズロットは、あとなんだっけ、ニュートラルビーの技なんだっけ、なんかもう一つあったよね、ポブラの技。バチでハンマーバス、メガエクスプローションってやつ。ソードストライク、やればいいのか。フレイムノバ、フレイムノバだ。そうだ、あと好きなさすぎ問題か。おー、ちょっと伝わって、あとちょっとトリックすごいな。サンキュー。なるほどね、なんか一番右のアーツはまだ収束してるんじゃなくて必殺技ゲージになっているのか。そう考えたら3つしか1キャラでアーツ持てないの。途中で切り替えとかができるようになるのか。まあ、戦闘覚えること多そうだな。やるじゃねえか、天の聖杯をそこまで扱えるとはな。けどこんなにレックス自分で戦えるのにスマブラに参戦してないの意味不明すぎただのポケモントレーナーだから参戦してないわけじゃなかったんですね。やればやるほどかわいそうに思えてきた。これなんでシルクはいるのにレックスじゃなくてこいつらが出るんだよって。おっぱいに負けたか制作人。ダブル主人公みたいな感じじゃないもんね。完全に主人公だもんね、レックスが。ニアちゃん、なんで邪魔をする。頭イカれてんのか、ニア。イカれてんのはそっちだろ。ひどいよ、この相手に。お前ケツ、自分の立ち位置分かってんのか。分かってるよ、けどね。面倒くせえぞ、ニア。ガチイライラしてそう。おお、メインテーマか、これがゼノブレ2の参戦 PV の時の。強い。おい、これメイナス様と一緒じゃねえか。もうずっとお前がやってくれ状態きた。ホームなのが強えぞ、その剣適性持ってる。レックス後ろで回復薬とか投げてた方がいいんじゃねえか。いい立ち筋してるじゃねえか。ケツ、ホームラン。思い出す、500年前を。何歳、あいつ500歳超えてんの。その姿どういうつもりだ。やはり目指すか、楽園を。それが私たちの望みです。その姿、させるわけにはいかない。その姿どういうつもりだっていうのと、私たちのっていうのはホムラの中に光がいるってことか。500年前は光だったとか、そういう感じ。まあ、でもスマブラやってないとそもそもここで光の存在とかわからんけどスマブラやってるからこそ変身できるんだろうな。ホムラ、そう、シールド、モナドシールドみたいなの便利だな。あー、でもダメそう。大丈夫、おい、序盤めっちゃコミカルって聞いてたのに普通にやめろ。序盤からクライマックスなんだけど、がっつり戦闘してるんだから。ケツ好きすぎるだろ、ニアのケツ制作じゃ。ケツだから嬉しいけど、ありがたいけど、絶対正面からだろ今映すべきアングル。レスキュー隊員みたいになってるよ、もう。周りでやられていく女の子を救うだけの簡単なお仕事。調査兵団、そういう使い方もできるのか。しぶといな、こと。さすサルベージャー。だがそれもここまでだ。シンは一切手出ししてこないんだね、これ。ザルディンやるじゃないか。誰だ、ホムラは。あ、バザルボス、しっちゃう。バザルボスこんな軽快な動きできるの。え、ガッツリドラゴンじゃん、かっこよ。シンイ、お前はまだ。あれは知り合いか。メツか、セイリュー、昔の教え子的な。
思ってた以上にこのメツとシン強キャラだな。やっぱりバサルボスじゃねえかお前。熱戦ハイター普通にちょっと熱すぎん最初から。やっこ誰でもいいんかい乗せんだ。分かった従順だな。レックス、え、ニアは、え、ニア、ニアはいないけど。行くぞ落ちるなよ。あれ一緒に今ニア乗ってた。いやー BGM、 1の BGM 超好きだったけどこれ2のもかっこいい。なんかさ盛り上がりポイント3個ぐらいあるよね。無駄だ。ゼノブレードの BGM 射程が。ちぇ奴ら逃げ切りやがった。ちゃんと一番かっこいいところで一番かっこいいシーンが重なってくれるからちょっともう高揚感がすごいわ。戻るかってな。追わないのか。目覚めたのかな。それで十分だ。あとは義経を探らせる。義経、ふん、かっこよさそう。そういうことか。もうちょっとなんかこいつらと一緒に旅したかったな。でもあの最初の第一話出会い終わった。最初のアイコン的にこいつら味方じゃねえんだろうなっていう感じすごかったけどね。作が違ったから。ということでじゃあ1話ずつ実況していこうと思うので皆さん、ゼノブレード3買った方も買っていない方もまあねお付き合いしていただけたら幸いです。なんか全部で第10章構成みたいなはずだけど DLC とかそういうのも含めたらまあやっぱり半月ぐらいはかかるのかな。俺スプラ3までにゼノブレードの実況終われるのかよ本当に。ちょっと毎日投稿しながらね頑張っていこうと思うので皆さん、よかったら高評価とチャンネル登録とコメントやってくれたら幸いです。ではではね、また明日か明後日すぐ新しいのあげると思うので期待して待っておいてください。ご視聴ありがとうございました。